あ、見つかっちゃった。こんにちは、マスターさん。賑やかなのも嫌いではないけど、あまり気分じゃなかったから避難していたの。シミュレーターの中にちょうど冬の山小屋があったものだから。冬の景色は好きよ。この霊気の私は雪の多い国で生まれたから。ここどこの山小屋なのかしら。日本？ふーん、そうなんだ。せっかくここまで来たのだから、お茶でもどう？シミュレーターのデータだけどね。何それ、カルディアのサーヴァントってそうなんだ。はい、お茶。それからこれはお茶受け、あなたの口に合うといいんだけど。ホワイトチョコレート、甘いよ。ん？ああ、違うよ。バレンタインデーのチョコとか、そういうのじゃなくて。私が食べたいなって思ったから、用意したデータで。まあ、でも、いいわ、それでも。ハッピーバレンタイン！はい、おしまい。バレンタインのチョコレート、別に誰にもあげたくないってわけじゃないの。その逆、あげたい人、あげなきゃいけない人がいっぱいいるけど、なんだか声をかけにくいから。それなら、もう誰にも。一緒に？驚いた。すごく積極的なんだ、あなた。それじゃあ、せっかくだし、お言葉に甘えちゃおうかな。